これって何がどうなってんだってばよ。なんでカブトさんが綱手のばあちゃんと。やれ、オロチマルはわしがやる。おそらくその薬の効果はまだしばらく続くでしょう。これでやるしかねえか。綱手、お前はと一緒に綱手の護衛だ。俺も戦うって。相手はわしと同じ三人で、三代目を殺。それにあのメガネはカカシと同じ程度の力を持っとる。が、まるで意味がないからの。あいつら相手じゃの。よう様、まだ薬のせいでチャクラがうまく練れてない。あんたでもそれはないでしょう。綱手に何とも考えて力を抑える薬でも盛られたのでしょう。そし、早くもハンデを見抜かれちまうとはな。エロ仙人のことバカにされとはなんだかムカつくってばよ。ドキュービのガキ、やっぱりあの時殺しておけばよかったか。でもあの五行封印を解けるのは3人のメンバーとおそらくね。もしキュービの力を扱えるようになって、そうでもない。なんでだ。はぁ、こんにちはです。あ、ガマキチ兄ちゃん、僕初めて来てとけ。おやつもらえるの。はーい。わー、その他はお前に任せるわ。残念ですね。お前の相手はこの私よ。薬がまだ効いてやがる。が、やばい。足の毛を。排気道。巨大ハンデはあっても差はつくものね。もう飽き。していたのに。やめろ、するな。しっかりしてくださる。里の狂気とも呼ばれたあなたが、あんな子一人連れ回した力は誰よりも確か。あの子は。わしは内派のガキなんていらねえよ。自分を見ているように放っておけないってわけ。やはりなぜナルト君はシャリンガンを持っていない。忍びの忍者と、その名の通り忍術を扱う者。まだわからねえのか。ひどいね。一つてめえに教えといてやる。なんかじゃねえ。大切なのは。絶対諦めねえ、ど根性。動く相手じゃ簡単には当たんねえ。それにチャクラもまだ完全にはとどめ切れてねえ。どうやけならまだ動けるんだ。でももう無理。俺のあの術ってのは両手を使う。片手でもやられたら終わりだ。ここから逃げ出したいかい。なめんじゃねえ。俺は逃げねえぞ。もし一生下人になったって、意地でも火影になってやるから別に。俺ってば、お前と違って、俺の夢だ。逃げたい時には逃げたらいい。死ぬんだよ。死んだら夢も何もないんだから。地上では逃げてればいいの。男に向かって逃げろだなんて言う。お平気で口にする。
だから諦めない。ジライア、お前か。その気にさせんのはよしな。だから夢見がちなガキだ。馬鹿げた夢を追い。なら賭けをしよう。もしお前がその術をマスターしたら、お前が火影になれ、飲んでいればよかったもの。ばあちゃん、今日約束通り、その縁起の悪い首飾り、もらうからな。影分身など今さら。もういい。待ってると、死ぬって言ったら、死んだら何もかも夢。大丈夫だってばよ。あよ。これで逃がさねえで済む。行くぜ。人同じ力の動き。違う。これはエブシ。ジャガを圧縮して。まっすぐ自分の言葉を曲げに。もう夢も何もないんだよ。もういいからどけ。逃げろ。絶対死なねえからよ。五代目火影、命を懸けた戦い。あの九尾のガキ、あんなガキがあの術を。たった一週間、チャクラを腹に集めて術を食らう前のキレでも術のセンスでもない、圧倒的な回復力。まあその分チャクラをほとんど使い切ってしまう。は、何かな。僕の回復力をもってしてもまだ。不整脈を起こしている。ズタズタだ。一体どうやって。いうのか。あよ。うるせえんじゃ、静かにしとけ。ナルト君はもうダメだよ。経絡系を切断した。断ち切るためにね。治るはずは。てめえは後で殺す。おい、怖いぞ。なんだ。死ぬな、死ぬな。あんたにかけてみたくなった。案じずとも、ナルトの身に心配はないの。そういう意味じしてる暇はねえだろ。まさか、ここまでのことはどら。イボ。
その子に生きていられると、もろもろの事情で、後。この子だけは絶対守る！終わろう、あんたが。そんな下人のただのガキを命がけ。守るためよ！いずれほかげになるガキだからね。ほかげなんてクソよ。バカ以外やりゃしないわ。夢を忘れたんですか。者たちを守り、乱世を治め、里を繁栄させるという。それ俺の前でじいちゃんが4枚目をバカにするやつだ。受ける。こんなガキ。間に合え。言っただろ。ここから。いくら気取ってみたところで、その不走までして、なぜあんたがそんなガキのために傷つい。目が止まった。野葉学五代目ほかげだからね。今さらまともに戦えないわよ。なんだこの術は。私だけじゃないみたいね。一体どんな術なの。その大量のチャクラで各種タンパク質を刺激し、そして全ての器官組織を再生できる。だけど人の一生の細胞分。つなれ様。出てくれよ。急ぎなさい。するゆんか、ジラヤ。バカ、久しぶりだなっての。オロチマルを今日今ここで倒す。面倒くさそうなとこに呼び出してくれてんじゃねえよ。やらないでください、マンダ様。それなりのお礼は必ず。誰がてめえの。おい、オロチマル。たとえ主人でも、オロチマル様が術を使えないと分かったら、お世したのは危険すぎる賭けだ。勝つよ、そこのガキを。この子をお願いします。私の分身と一緒に遠くへ離れ、身を潜めていてください。てめえ、おしゅうての。おう、どうし。うすら。ザ・アブラだ。おっしゃ。
すがに3人2人相手はきつい。このまま首に殺してあげるわ。首を引っこ抜いてしまえば死ぬんでしょ、綱で。かけるしかない。バカだ。てらえ、くらえ。まだだが、ほざけ。オラジマル様、この行くよ。なんだこの奇妙な違和感は。笠原がいた口じゃ飲み込むこともできやしねえ。つなげ。その時また会えるといいわね、我がど。あの顔、何の奴の感じがしなかったはずだ。またいずれ。あばらと足の骨がいっちまってる。始まりかけている。あらず賭けに弱いの？マスターしたら。おかげになれると認めて、この首飾りを。男に二言はないよ。ええ、男に二言はないよ。俺もじいちゃんみたいになってだから。みんなを守る存在。あなたにこれを受け取ってほしいの。副作用が。つまり様。うん。少し休めば。また若い姿に戻れる。これからは綱手じゃなく、こう呼びな。